さん、こんにちは。今日もたくさんいる方たちに会っていってください。ルイ、いいジャンプだったね。よかったよ。最後にジャンプを飛んだのはルイです。ルイのことはウィック母さんルイと覚えてください。それでは他のメンバーも紹介していきます。水しぶきなら負けません。ミレニーの浦崎です。さあ、ステージに上がってまいるからよいしょ。体は小柄ですけどジャンプは得意。サワーと羽田、私、たくらぎと江戸水量大ベテランです。花ゴンドウのビーナ。長江とパートナーのニコ、やんちゃ娘です。ルイとコンビを組むのが長野と僕、花部です。今回はこのメンバーでお届けしていきます。まずはみんな水しぶきないタイミング合わせていこう。準備して3、2、1。バラバラ、張り切ってるメンバーはいいんだけど、なんかね、タイミングは合わなかったです。今のはタイミングを合わせるのを狙ってました。こうやってね、ショーをやっている時間、イルカたちとはゲームをやってる感じです。僕らが合図を出すと、彼らがそれに答えてくれます。その中で、それ、OK とか正解っていうのを分かりやすく伝えるために、この魚を使っています。もうイルカたちとは長いことこのやり方でやってきたんですが、今回このウェーブというショーではイルカたちと魚なしで遊ぶ時間を作ってみることにしました。これはチャレンジです。長年やってきたルールを変えるので、僕たちも本当に探り探りです。うまくいけばずっとイルカたちと遊べるんですが、なかなか彼らの気持ちをつかめないと、あの、僕らの前からイルカたち誰もいなくなっちゃうなっていう回もあります。それでも魚以外に彼らが本当に楽しいって思えるものを探すための挑戦です。この時間もどこかで入れていきます。皆さんもお付き合いをよろしくお願いします。ありがとうございます。そんなチャレンジの前に、まずは長井さん、ニコの三宅な紹介いけそうですか。はい、ニコの三宅な花びらメイクニコと言います。見ていただきたいのは左目の上のところです。左目の上のところに白い模様が今見えてます。ここです、ここ見えてますよね。この模様が近くで見ると桜の花びら模様をしてます。なのでニコの三宅な花びらメイクニコです。ぜひ覚えてください。最後にジャンプ。ニコの特徴、メンバーの中でもすごい小さいです。よーく見ないと見つけられないので、ぜひ後で探してください。そして僕たちこうやってイルカたちと普段接してる中で、言葉は通じないんですけど、彼らのね、ちょっとした動きを見ながら今どんなこと考えてるのかなっていうのをね、ずっと想像しています。実際どんなところを見てるのか、桜木とビーナのペア一緒に見てみましょう。はい、ビーナはね、頭の向きとか気になってる方向を向く癖がある。ね、なんか向こうの方傾いてるときは向こうの方行きたいなと。次はゲーあ、行ってきます。ここでいいですか？魚もらえる。次は何ですか？じゃあ離れるゲーム行くで。離れて。多分ね、こんな感じ。よいしょ。もうちょい下がればいいの？なんか魚持ってる、口開けとこう。はい、飛んできた。ちょっと見えづらいから近づくよ。もうちょっと離れてよ、B。もう一回離れるの。この辺、この辺で魚飛んできそうだから口開けとこう。飛んできた。回ってごらん。これね、よいしょ。なんか違いました。なんか動かなくなった、そこの人。なんか違ったの。回り続けてほしいんだけどな。さあ、この時々入る高い声はあくまでも全部桜木の妄想です。それでもね、僕たち本当に普段から独り言みたいにね、彼らの気持ち想像しながら喋ったりしてやってます。この時間のミーナはね、後ろにずっと本当は下がっててほしいんですけど、見えづらいのが前に来ちゃうみたいです。それでもね、よく桜木のこと見てくれてるっていう証拠ではあるんで、やる気はあるのかもしれないです。さあ、それでは最初に言いました、魚なしでイルカたちと遊ぶチャレンジ、今回はここからやってみます。
みんな魚出してここから行きましょう。さあそれぞれ魚が使えないのでイルカたちがつまんなくなったらトリーターの前からいなくなっちゃいます。逆に前にいてくれるっていうことは何かを期待してくれている証拠です。さあガラス面の左側では長井が氷を使ってニコと遊んでるけどどうかな。イルカたちも氷結構食べたりするの好きなんです。食べるのが好きなのかはたまた水中で口の中でね転がして遊んだりとかそれぞれいろんな遊び方があります。そして今日ね左側の浅瀬にいる桜木とミーナ、だから今日のミーナは浅瀬で遊ぶの好きって午前中言ってたんですがこの時間はあんまりうまくいってなさそうかな。毎回毎回同じことやってもうまくいくって限らないんです。その時々のメンバーのことをよく見て今どんなことがやりたいのかなっていうのを想像してやります。さあみんな桜木のとこ戻ってくれるかな。ちょっとあそこが気になるぞ。さあ絶妙な距離感だけど行きそうかな。ちょっと気になってはいるのかもしれないけど絶妙な距離感があります。といってもねこのチャレンジを始めたの去年の6月なんですがその時はああやって一緒にプールに入ることすらまずできなかったです。それが徐々にああやって距離が近くなって触れる時はね一緒に体を撫でながら遊んだりもできるようにはなってきました。これからもちょっとずつで挑戦を続けていってさらにね彼らの楽しいことを見つけられるようにしていきたいと思います。よし、みんな魚出しの時間今回はここまでにしましょう。ここからまた魚使ってやっていきます。もし楽しそうなメンバーがいたらそのままやってもらっても大丈夫ですよ。さあ次はね、僕たちイルカたちとはいろんなことを練習してできるようになります。ジャンプとかもいきなりできるわけじゃないんです。練習しています。そんな練習しているところを長野とルイ、ガラス面にいます。今練習していることがあるので見せてもらいます。はい、今日やるのが今ルイに合図を出したグラビレオ振り動き。今日はこれをステージから合図を出してとある場所でこのグラビレ振りをやってほしいんです。その場所はここです。今僕の目の前、ルイと一緒にいる前にこのガラス面にイルカのマークのシールが貼ってあるんですがこれを目印にしてルイにここで胸振りを振ってほしいです。でもあっちから合図を出すということはルイはこの目印を探す必要があります。なのでその探す意識をつけるためにまずはこのガラス面で近い場所でいいからシールを探してねって合図を出すとこのようにシールの前で止まってくれます。ちょっと端っこの方見えないと思うんですが今シールの前で止まってます。まずはこれで OK を伝えます。こうすることでルイがシールを探す意識がつけてくればいいかなそんな風に思ってます。じゃあ先そっちに、はい、はい、じゃあ次はステージから合図を出すと。そうです。ちょっと僕フロアの少し離れた位置で見ています。なので僕のこのちょうど真ん前でルイが胸びれを振ってくれるかまずはそこを見ててください。よし、じゃあルイさっきのシールの前だから胸びれ振っていってらっしゃい。さあさっきの空が伝わっていればこの真ん中で胸びれ振ってくれます。いいんじゃないか。振る OK バッチリ真ん中で振ってくれます。いいね、ど真ん中。はい、もしかしたらルイと一瞬ちょっと目が合った気がするのでちょっと僕下がっても全くピンと照らしていきます。これでシールの前にやってくれたらルイはシールを見てあそこで胸びれを振ってくれてるっていうのが分かるはずです。なるほど、さっきはねもしかしたら長野を見ていたかもしれないので長野がさらにいなくなってもできるか。さあどうだ。ルイ同じでいいんだよ、同じでいいよ。いいぞ、最初のコースはバッチリ。ああーちょっとずれてるずれてる。話を戻してみてください。ちょっともしかしたら僕を見てくれる可能性が高いというのが分かってしまったのでまた別の時間ルイと練習してリベンジしたいと思います。今日はここで終わりにします。うまく伝わりませんでした。悔しい。あ、すごい分かりやすかったですね。ルイはきっとシールじゃなくて長野を見ていたみたいです。でもね、これを徐々にルイにシール見てねをうまく伝えられるかがトリーダーの工夫の仕方。だからまたやっていきましょう。はい、よろしくね。それでは、ここからは皆さんにもショーに参加してもらう番です。はい、ここからは皆さんと一緒のコラボレーションの時間
息が合っているのはどのペアか、苦労しているのはどのトリーターか、よく見ていればきっとわかります。お元気でありがとうございました。